ノートに今の生活で時間やお金の無駄になってるなぁと思うものを全部書き出してみてね。そしてそれを目に見える状態にすることでどんな無駄があるか把握できます。さあ、みんなで開運するよ。願いが叶っていくのりこチャンネル始まります。さて、4月21日は辰の日がやってきます。この日のお誕生日の皆様、4月のお誕生日の皆様、おめでとうございます。楽しくお過ごしください。で、辰の日は龍神様に強力に守られる日なので、口座開設や貯金をする、財を貯める、投資をする、商売繁盛といったお金にまつわることから、夢を叶えたい人、仕事運を高めたい人、繁栄させたい人、起業したいという人もこの日のアクションで運気がアップしていきますからね。そして20日から8月7日まで土用の期間に入りましたが、土用の期間っていうのは恐ろしいことが起こる期間ではなくって、季節の変わり目で体調に気をつけてね、体調を意識してねっていう期間に入ります。こういう期間っていうのはどうしても心も不安定になったりするので、心も意識しながら、あとは熱中症とか体調を意識してお過ごしください。で、運気的には消極的になりやすいので、そういう時こそ前に一歩出てみるとよくって、この日の流れが変わります。龍神様の日でもあるので、特にお金の流れを変えるパワーが強いですからね。ということで、辰の日にやったらいい開運アクションを6つお伝えしますが、最初の3つはこの日にやったらいい定番の開運アクションで、後半はこの日にやるといいことをお伝えしたいと思います。まずこの日にやったらいい定番の開運アクション、1つ目は開運フード。最初におすすめの金アップフードはおにぎり。おにぎりのお米は金アップの象徴です。お金を引き寄せるパワーのあるお米を握ったおにぎりには金を引き寄せる効果があります。また塩結びにするとお塩が厄除けにもなって、さらに金をアップさせてくれますからね。次に強運アップフードはジャガイモ。根気のパワーを体に取り入れることができて、ここ一番って時にものすごい力を発揮することができます。人間関係も円滑にしてくれる効果があって、人と関わって強運を上げていくことができます。次にラブアップフードはお餅。出会いを引き寄せたり、パートナーとの仲を深めてくれる効果があります。あんことかきな粉の甘いお餅にするとラブを底上げしてくれますからね。次に2つ目のカーアクションは、開運日には欠かせない定番の金アップ掃除。この日は靴のクローゼットを掃除すると金アップです。靴をしまってある収納や下駄箱が汚れていたり、パンパンに靴が入っていると金運がとっても下がっちゃうんですね。なのでまずは靴をしまってある収納や下駄箱の中のいらない靴を処分しましょう。そして中にある靴を全部取り出して、新鮮な空気を循環させてくださいね。靴のクローゼットや収納、下駄箱って湿気が溜まりやすくて、邪気も一緒に溜まっているので、定期的に換気することをおすすめします。新鮮な空気を循環させることで、新しい気を取り入れることができますからね。そして中をきれいに掃除して、砂やホコリも取り除きましょう。普段から靴の汚れを落としてから収納したり、雨に濡れた靴は乾かしてからしまうようにすると邪気が溜まりにくくなります。いらない靴は処分して、新しい空気を循環させて、スペースの空いた靴のクローゼットにはいい気が巡ります。そうなるとしまってある靴も十分に休息することができて、私たちをいい出会いの場所に連れてってくれます。人間関係のいいご縁から金アップにもつながっていきますからね。次にこの日にやったらいい3つ目の定番のカーアクションは神社参拝。辰の日なので龍神様が祀られている神社に行くといい日です。機運のエネルギーも高い日なので、機運のご利益がある神社仏閣にお参りするのもよくって、神社で宣言すると龍神様が神様に願いを届けてくれます。お金の宣言とか叶えたい願いの宣言をするといいですね。日頃無事に過ごせていることとか、神社に来れた感謝の気持ちも一緒に伝えるといいです。またこの日は御神水を飲むか、または手につけると運気が上昇します。御神水は神社の神域から湧き出た神聖なお水のことを言います。
護身水を飲むと神様のエネルギーを直接自分の体に取り入れることができます。また護身水は神様のエネルギーを取り込むだけではなくって邪気も流してくれるので浄化にとっても効果がありますからね。ただ護身水は生水なので飲んで OK かどうかはその神社によって張り紙がしてあったり注意書きがしてあったりするのでそれだけは注意してください。そして飲めない時は護身水を手につけるだけでもいいですからね。吉方位の龍神様がいる神社仏閣や気運に御利益がある神社仏閣に行く場合この日番をぜひ参考にしてね。吉方位も簡単に波動を上げて運のポイントが莫大に上がりますからね。そしてこの日にやるといい4つ目のカンアクションはカバンの中身を減らす、そしてお財布をきれいにする。この日はカバンの中身を減らしてみてください。カバンの中って人に見せるものではないので気がついたら物がパンパンに入ってるなんてことも多いです。でカバンはお財布を入れておく場所でもあってその中身がいっぱい詰まっているとお財布が息苦しくなってしまって気運が下がっちゃうんですね。なのでまずはカバンの中身を減らしていきましょう。お財布が居心地よく過ごせるためにも出かけるときに必要なものだけをカバンに入れておきましょうね。バッグインバッグを使ってきれいに整理したりどこに何が入っているのかを一目でわかるようにするのがいいですね。そしてお財布も一緒にこの日はきれいにしておきましょうね。お財布はお金のお家なのでそれこそお金が心地よく過ごせることが金アップにつながります。いらないレシートや使わないカードは処分してポイントカードや診察券は別のカード入れに入れることをお勧めします。中身を全部取り出して乾いた布できれいにホコリや汚れも落としてあげてください。お財布がきれいですっきりしているとお金も大喜びで仲間をお家に呼びたくなるんですね。実はカバンとお財布をセットできれいにすると気運がいつもよりも上がりますからね。そしてこの日にやるといい5つ目のカンアクションはお金や時間の無駄になっていることをノートに書き出す。ノートに今の生活で時間やお金の無駄になってるなぁと思うものを全部書き出してみてね。そしてそれを目に見える状態にすることでどんな無駄があるか把握できます。何かをノートに書き出すのは頭の整理にもなるし気持ちのアウトプットにもなるので今まで見えなかった部分が見えてきて解決策が出てくることがいっぱいあります。お金で無駄なことはないかなとノートに書いてみましょうね。無駄が見つかればそこを改善していくことで金運アップして今後お金が増えていくことにつながっていきますからね。そしてこの日にやるといい6つ目のカンアクションはマッサージ店に行く。この日のラッキースポットはマッサージ店です。日頃の疲れた体のこりをほぐしてくれるマッサージ屋さん。マッサージをすることで体の毒素を排出しやすくするだけではなくって気の滞りも良くなります。体の疲れが溜まってくると肩が凝ったり足がむくんだりと寝てもなかなか取れない疲れがずっと続きますよね。なんだかだるどこかしら痛い手足が冷たいっていう不調を抱えながら日々過ごしていると精神的にも引っ張られて仕事のパフォーマンスが落ちたり家事をするにも億劫になったりしますよね。また同じ姿勢で仕事や立ち仕事をしていると足がむくんじゃったり知らずに水分を溜め込んでいるのでマッサージをすることで体の余分な水を排出して一緒にネガティブな気も追い払っていくことが大切です。ネガティブな気が外に出ると新しい気が体を巡り始めますからね。またマッサージをしてもらっている間は深い呼吸でかなりリラックスした状態になって自律神経も整えることができます。ストレスの解消にもなるのでマッサージに行くと心も体もリフレッシュできますからね。そしてこの日のラッキーカラーは紺色。紺色には落ち着きをもたらしてくれる効果があります。人間関係や仕事で疲れている時に紺色を身につけると精神が落ち着いて冷静に物事を判断できるようにもなるすごい色なんです。また紺色を身につけると自分の内面に意識が向きやすくなるので今まで気がつかなかった自分の思いやアイデアに目が行きやすくなります。他にもね学ぶ意欲も湧いてくる効果がある色なので集中力が増したり必要な情報を吸収するパワーも高まります。まあ、紺色はファッションにも取り入れやすい色だしこの日は紺色を取り入れることで金をキャッチするパワーが高まりますからね。というこの日は気運上昇のエネルギーが流れているので
運をいっぱい動かして運のポイントを貯めていこうね。それが運のポイントとしてどこかで豊かさが返ってきて、お金がどんどん巡ってきます。なので、自分の心地よさを意識して大事にすることもカンアクションの一つです。だから一つでもできれば OK。できなくても充電日として OK です。楽しんでお過ごしください。それでは、辰の日にやろうと思うこと、そして予祝したいこと、お金の願いや叶えたい願い事をぜひこのコメント欄に書いてね。書くことによって自分の意識に入ります。波動が高いこのコメント欄に書いたら早く引き寄せますからね。そして嬉しいコメントもご紹介できないくらいたくさんいただいているので、体験談をお伝えしたいと思います。さっき郵便で20万7900円入金のお知らせがありました。臨時収入ありがとうございますという方。カンアクションを全部ではないのですが、コツコツやっていたら、なんと今日久しぶりに気晴らしにパチンコをやってみたら、なんと5000円が8万円になりましたという方。金運アップ効果、てきめんです。ビッグで3月から続けて当選しています。3月は3回当選し、今日発表の分も初の1開催で2口当選し、本当にびっくりですという方。たくさん臨時収入が入りました。本当に嬉しい2月3月でした。ホクホクです。ゆかりさんありがとうございました。本当に次は私の番でしたという方。おめでとうございます。やっぱりこういうご報告は嬉しいよね。あと、予祝のコメントを書くときは、予祝と書いてくださると大変嬉しいです。ということで、このコメントでみんなでこの波動をいただいちゃいましょう。次はみんなの番だからね。それではみんなで最高のハッピーを手に入れようね。おまけ。この間ですね、私はディオールの化粧品を購入したらですね、こういうプレゼントをいただきました。お皿と石鹸。これでちょっとウキってなりました。なんかプレゼントっていくつになっても嬉しいですよね。私もちょっと嬉しかった。このプレゼントのパワーをみんなにもお裾分けします。じゃあね。